さて、そんな困難ありながら、1800年代にこの世に生まれたイギリス人のチャールズ・バベッジという、人が、この世に生まれました。この人の名前聞いたことある？知らないです。OKOK。このバベッジという、まあ、おっさんなんだけどね、おっさんは数学者であり、まあ、いろんな学者なんだよね。とにかくね、いいところの出ですごく賢いんだよ。あとね、政治家でもあった。政治力もある。いいところの出なんで発言力があるんだよ。なんだけども変わり者でも有名だった。変なおじさんだった。そしてね、例えばね、イギリス王国が、国の威信をかけてこの何年度版の計算表を出版します、出して、それを売りに出したら、それを即座に書店に行って買いに行って、でこうやって眺めては、あ、ここ間違ってるっていうのを発見して、それを新聞に投書するっていう嫌がらせおじさん。まあ、いろんな変わり者変人エピソードに置くこと書かないんだけど、彼がね、ここに書く、理由になったのは、彼がこう思ったから。これは、人間マンパワーで表作りをやってるからダメなんだよ。こういうことをやらせるからくりを作ればいいんじゃないか。機械にやらせればいい。機械仕掛けのこの計算表作りをやればいいんじゃないかっていうのを初めて考えた人なんだ。で、考えただけじゃなくて、この人は単に妄想するだけじゃなくて、それを実際に設計してるんだ。そして、政治力もあるから国家予算を自分のプロジェクトに回すことができて、実際に開発をしました。この機械のことを開鎖機関と言います。ちょっとね、名前がキャッチーじゃなくて分かりにくいんだけども、まあとにかくこれを、動かせば完璧な計算表が一冊出来上がるっていう、機械なんだね。この機械のからくりはね、その数表の一桁目、あるいはページの1ページ目の計算をして、それを、1個ずつ計算結果をポン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 って紙に印刷しては、次の紙に行くっていう、印刷機も兼ねてたんだな。だから出力がディスプレイじゃないんだよ。出力がプリンターにつながってるような計算機で、この開鎖機関っていうのはね、バベッジが生きてる間完成することはありませんでした。なぜかバベッジが、まあいろんな理由はある。バベッジが当時の歯車とか、歯車大量に作るんだけどとか、いろんな部品とかっていうのを手作りでちょっとカンカンやって作ってたのね。で、それ見て本当は多少の誤差だったら許されるのに、ここはちょっと変だとかっていうのをケチつけたりとかして、職人のやる気を失わせる、能力が強かったり、いろんな理由があるんだけども、実は、バベッジはその頃浮気をし始めたんだな。浮気をしちゃったんだな。あのね、開鎖機関っていうのはもう完全な設計図として残してたので、あと作るだけっていう段取りになってたんだけど、彼はね、これは待てよ、これはプログラムを組み込むと時代を超えるんじゃねえのみたいな感じで色気づいたら、そこでバベッジは密かに新しいプロジェクト、名前が開鎖機関と解析機関で似てるんだけど全然違うものだよね。解析機関、これは、プログラム内蔵式コンピューター、プログラムとコンピューターが合体したもの。コンピューターっていうのは、最初に、出してくれたように計算機なんだよね。だけどその計算機をただただ、決められた計算をやるのではなく、計算をする内容そのものをプログラムに委ねようということは、プログラムを変えれば、この対数表以外の数表だってできるし、他のこともできるだろう。つまり万能なコンピューター、万能なコンピューターを彼は思いついちゃったらね、思いつかなければ解析機関が完成して、それなりに幸せになったと思うんだけど、彼は、口では解析機関を作るのにお金が足りなくなったから予算を回してくださいと言いながら、一生懸命こっちの方の開発を進めてた。で、この解析機関自体、バベッジが死ぬぐらい、1800年代後半、80年ぐらいかな、彼が死ぬまでの間、1800
20年代から80年代ぐらいにかけてそれだけ複雑な機械だからずっとその設計を書いたりしてたんだけど、ついに彼はこれを完成させることなく、本当はこっち完成させとけばよかったのに、それよりもあのパラダイムとしては一段上やねの解析機関に夢中になったがゆえに彼は、これらを作らずにこの世を去ってしまいました。その後100年後に1980年代から90年代にかけて、イギリス王国がチャールズ・バベッジを再評価しようという運動の中から当時の設計図をもとに、あるいは当時の、職人の技術、つまり、機械加工をするんじゃなくて、ちゃんとあの当時の手作業でできるか、あの手作業 の, あの鍛冶屋さんに、依頼してできるかっていうのの検証も含みながら解析機関を実際に組み立てるプロジェクトをやりました。その成果が出ました。完成したんです。解析機関はの設計図は完璧だった。それをちょっと見せよう。この後ろにある機械だね、バベッジさん。このハンドルを回すとね、これが動き始めるかな。でここにプリンターがある。あとでも出てくるかな。あ、これがプリンターね。これがあのアルファベット、あ、数字が書いてあるタイプライターで、これをポコンってくっつけるとその数字が、計算結果の数字が紙に、これが計算結果なのかな。インクが載ってないけど、実際にはインクをペタンってした後に紙がポコって載ってこういう感じになるんですね。これはちゃんと動かしてたはず。あ、ほらほら動かしてる。でこれ動かしてる人がコンピューターといえばおっさんのはずなんだよ。おっさんだと。でも実はこれは実際にあの回すところに蒸気機関で回そうとしてる。蒸気の力でぐわーってぐるぐるって回そうとしてる。むっちゃ美しいでしょこれ。綺麗とか言いながら彼は解析機関に心を奪われていたんだ。すっかり。だからね、もう解析機関を蒸気エンジンでガーッと回すと一冊の本ができる。でそのコピー作るんだったらもう一回回さないといけないんだよね。うん、回せば回すほど本は増えるんだけど、逆に言うとそれ以外の仕事ができないのが解析機関。そこで解析機関かな。それをやるといろんなものを、プログラムによって教えられた計算ができる、例えばカレンダーの計算だってできるだろうし、うん、もうやりたい方だよ、ね、っていうのを考えたんだな。でこの時代もう一人人物が必要になります。それがソフトウェアの天使エイダ・ラブです。イギリス、この人もイギリス出身で、バベッジと知り合いになるんだけども、このエイダ・ラブレスという人はイギリスの詩人界では有名なバイロン卿という、有名人の娘さんで、数学に興味があるちょっと変わった女の子でした。で彼女がバベッジと出会ったのが楽しげな雰囲気の場所で、立食会みたいなところでバベッジと出会ったそうだけれども、バベッジはその当時、ちょうど今の私と同じぐらいの45歳ぐらいのね、おっさん、コンピューターっていうのは大体おっさんなんだ。おっさんで進めてきて、そこにエイダ・ラブレスは19歳ぐらいの裏若き子と、それがこういう、パーティーの場で出会って、でバベッジが空気も読まずに俺は解析機関作ってんだぜみたいなこと言うと、エイダはまあ素敵ってなって、だからエイダも変わってたんだよ、そういう意味では。でその話にすごい惹かれちゃって、この二人がね、まあ、タッグを組むってほどではないけれども、まあ、あのバベッジの弟子入りをしたんだな。でバベッジも数学的な情報を教えながら彼女を育てていくんだけども、例えばねエイダはこんなことをしている。バベッジがどっかで話をした、イタリアかどっかで話をしたやつを英語訳に翻訳したり、で翻訳するときに一般人にはわからないだろうからたくさんの注釈をつけて英語に翻訳したりっていう仕事をして、でさらにその中には、もし解析機関というものが今はないけども世の中に現れたとしたらこういうプログラムを入れるといいんだよ、
そしたらこういう計算ができるよっていう、初めて、世界で初めてのプログラムを書いた人と言われている、諸説ある、だからまずエイダがやった大きな仕事は、最初にね、バベッジにやる気を出させたっていうのもあると思うよ。可愛い女性、ちょっと謎で見せようという感じのいいとこのお嬢さんの人とが来て、すごい自分の話に興味持ってくれると、むっちゃこう気持ち上がるじゃん。うん、まあバベッジも変人だからどういう感情になったかは分かんないけどね。でもまあ盛り上がったんだと私は勝手に思ってんだけど、エイダはそのプログラムを初めて書いたっていう功績も残してるし、実はエイダはエイダの祝福と私が名付けているあるアイディアを思いついたんです。非常に重要なアイディア。バベッジはおっさんだから、あくまでもコンピューターなんだよね。頭の中がもう計算のことでいっぱい、数学的な計算のことで。ところがエイダは、まあ、数学も好きなんだけど、いろんな、ことも好きだから、こんなことを思った。ここのプログラムの流れで言うと、プログラムを機械に応用した例でオルゴールっていうのがあるよね。ってことはプログラムで動くオルゴールっていうのもありえるんじゃない。これは大きな前進なんだ。計算の塊だったものが音楽を作る道具にもなるんじゃないかっていうことを言ってるわけよ。さっきの機械は最後に白いロール紙にポッポーンって印刷するところで、終わってたけど、あそこをオルゴールの機械をあそこに置いたらどうなるの。計算をした結果で音楽が奏でられるっていうことになるんじゃないの。これがエイダの祝福と私が読んでいることなんだ。コンピューターっていうのは数だけじゃなくて、数以外のものに対しても適用できるよね、汎用機械である、あるいは数字以外のさまざまなデータに対して、適用することができる反データである、ということを 彼女は自分の日記の中に書き残していると言われています。もしエイダがいなかったら、今時のコンピューターは電子計算機で止まってたはずなんだ。ということは一般の人にはニーズがないんだ。一般の人はそろばん程度、電卓程度でいいわけなんだよ。日常困んないじゃん。毎日みんなパソコンを触ってるけどさ、おこの計算したくてたまんねーって感じで起きて計算させてるわけじゃないじゃん。ねえ、パソコンを使うってそういうことじゃないじゃん。大体が計算とは関係ないことやってるじゃん。メール書いたり、つまり電子計算機は正しいだけれども、ちょっと物足りないんだよな。そこにエイダの祝福をかける、振りかけると、反データ加工機ということにはならないだろうか。でそれが現代のパソコンは電気式仕掛けで動くから電子ということになるけども、電子反データ加工機、反データっていう中にはもちろん数もあるし、その中には音もあれば、絵もあると、テキストもあるよね。それからデータがたまたま数の時には計算ということが成り立つけども、テキストを計算するっていうのはちょっと変だよね。テキストに対してはテキストをくっつけたり割ったり置き換えたりっていう加工を行うわけだよね。じゃあ数字も加工を行うって言っても変じゃないよね。だから私は加工する機械だと訳するのが正しいと思っています。で、加工という言葉を英語ではプロセスする。さっきチーズの話をした時に、プロセスチーズが嫌いなんじゃないって話をしたよね。それはナチュラルチーズっていう自然で作られるチーズを加工して二次製品的なものに加工されてできたのがプロセスチーズなんだ。それが食べられてるのは日本とアメリカぐらいなもの、ヨーロッパでは別にそんなプロセスチーズみたいな加工しなくても美味しいナチュラルチーズがいっぱいあるから、それ作る必要ないの。日本で食べられてるチーズのほとんどがプロセスチーズ。後ろ見てみたらナチュラルチーズを原材料にしてるんだけど、それを複数ミックスして味を調整均一化してるんだ。日本で食べるチーズって大体あの味がする、あの似たような味がする。本当はチーズって多種多様な味があって、うまいのかまずいのまであるんだけど平たく言うとそうなんだけど、それと同じで、データをプロセスすることができる、プロセッサーである。電子反データプロセッサーというのが私の解釈です。実際にそうだよね。こ
フォトショップ使えば絵を加工できる。それは電子絵の、ピクセルのプロセッサーになるわけだし、ウェブの世界だったら大体プログラムで扱うのはテキストかなとか数字かな、その辺のプロセッサーをしかもソフトウェアで行っている。これを言い当てたのがAIDAの祝福だと思ってほしい。数学だけに限定しないで。